はい、始まりました。はい、はい、始まりましたね。始まりました。すいません。はい、強化時スニーカーハンター始まりました。始まりました。よかったです。第4回第4回目。第4回。はい。司会のスタイリストの平圭一です。はい。平さん。はい。平さん、アトムス小島です。はい、アトムス小島くんです。今回スペシャルゲストを、ね、はい。はい。お呼びしてます。サルゴリアの赤羽です。お願いします。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しい、ね、オーシャンズさんの YouTube ずっと見てたんで、はい、あ、本当ですか。はい、もうあれに出れて、やっぱ一人前一人前、はい、芸人さんとしてですか。あの、スニーカー好き芸人としてのやっぱ一人前。なるほど、スニーカー好きの芸人さんですね。あ、そうです、そうです、うちのにもね、出ていただいて、そうですね、本当に、はい、仲良くさせていただいております。そうですね、今日ほら来ていただいて、アトモスグリップツアーに、アトモスグリップツアーに、ね、どうですか。もう最高ですね。この最高ですか。ポッキーいっぱいあるんで、はい、ポッキーしかないです。ポッキーしかない。滝の滝の滝の最高、はいはい、それが売りなんで、うん、ありがとうございます。今日は何ですか、タイル君。はい、今日はですね、またね、スニーカーとね、夏に履きたい、まあね、スニーカーとサンダルを紹介する、ね、サンダルもね、はい、そうです。盛りだくさんだけど、盛りだくさんすぎてね、眩しいよね、これ。眩しい。いや、もう全部かっこいいもん。かっこいいですよね、パッと見で。本当バラバラだよね。バラバラ、バラバラ。趣味嗜好がそれぞれ出てますね。そうですね、はい、いいですよね。じゃあまず今回はね、第4回ということで小島くんから。3回に分かれてるね。3回に分かれます。なるほど。前回同様、はい、前回同様。前回のやつも見ていただければ、ね。ああ、そうです。はい。なんかリンクに貼っといてもらっていいですか。はい、リンクね、貼っていただきますので。今日はですね、あの、僕らの方からまず、はい、お願いします。直近で出る夏に履きたいおすすめ、はい、リコメンドということで、はい、いろいろ持ってきておりますんで、はい、もう始めちゃっていいですか。はい、お願いします。お願いします。ちょっと先頭にある、はい、でこちら、あ、お、お、はい、お、サンバ、サンバ来ました。出た、アディダスサンバ。もうそうですね、もうベストオブスニーカー2023じゃないですかね。おお、2023一番売れた。業界で一番売れたんじゃないですかね。サンバ、やっぱりサンバが、サンバで見ますもんね、街で。一日一人以上見るでしょ。絶対見ます。見る。そう、そうなんですよ、もうそれぐらい、もう女性が見てるイメージですけどね、これ履いてるの、履いてるの。メンズもね、メンズもユニセックスで売れてるんですよ。国民的シューズです。国民的サンバが今や国民的シューズ、新しい国民的いいな、国民のスニーカーでした。いや、サンバみたいな芸人になりたいな。サンバみたいな芸人、国民的国民的芸人、ね、はい、なりたいな。こちらの新色ですね。あ、これ新色なんですか。なんかベタにありそうな色、ね、街で見るのはおそらく白に黒にガムソールと、黒に白にガムソールだと思うんですが、で、それ通称、まあ、その2カラーが OG と呼ばれてるんですが、これが新色で、OG は2がこうスウェードになってるんですが、はい、こっちはオールレザー。本当だ。本当だ。すべての、ね、高級感が。そうです、はい。オールレザーになってるのと、ソールがブラックになってると。これが新色なんですね。そう。かっこいいな。いいね。ちょっとまあ、いや、もうサンバ履いてる女の子、俺ちょっと一目惚れしちゃうんですよ。かなり個人的。サンバが好きなの。サンバ女子。なんか可愛く見えます、ね。サンバ。まあ、サンバ履いてる。ちょっとわかります。サンバでちょっと好感度もアップ。アディダス女子ですね。アディジョ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 。いや、お安いですもんね、これ、うん、そうです、1万4000円という形で。あ、これはもう今の時代ね、国民的、ね、国民的シューズ、国民的シューズ、うん、そうなんですよ。で、OG が、まあ、結構街で履いてる人多いので、ちょっとかぶって嫌だなっていう人が、そうですね、まあ、あれは、まあ、あのやっぱり合わせやすいので、はい、まあ、あのカラーがやっぱ一番売れてるっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっと違ったものを探してる人は、ね、人とやっぱここで差をつける、ね、そうです、レザーとね、クロソールっていう形で、これいいね、いいでしょ、夏っぽいし、うん、そうなんですよ、爽やかでね、最高っすね。ね、そうで、昨今はやっぱりブラックソールのものが人気がありまして、ちょっとね、ブラックソールのものいくつかあると思うんですけど、確かにブラックソールばっかじゃない。そうそうそう、なんかこう引き締まるんですかね、ブラックソールがね、締まった形でいいんじゃないでしょうかという。サンバね、素晴らしい。1足目からね、1足目から、国民のスニーカー来ましたから、国民的出ちゃいましたね、はい、アディジョもね、履くという。アディジョもうお一人様一足の時代が、そうですね、もう来ておりますので、一足ぜひチェックしてみてください。はい、チェックしました、ありがとうございます。はい、2つ目出た、すごい、来たよ、これ、これ撮影前からあの盛り上がった、これもこれはすごいですね、これも僕もよだれが出ちゃいました、よだれが出ました、よだれますもん、これですよね、はい、これこのゴアテックス好きでしょ、はい、かっこいい、これはあのアディダスアトモス別注カラーですね。アトモス別注、そうなのこれ、はい、ということでスーパースター82という、はい、あの82年に出てたスーパースター、まあ、あの 80s とかいろんなモデルが出てるんですけど、82のスペックのものに、ゴアテックス、うん、うわ、ここがいいね、はい、ゴアテックスに、ね、で、あとは、ちょっと、まあ、ここに画像出しておきたいんですけど、はい、こうグロインザダークっていうので、ここがですね、蛇柄のプリントがされてる、そうだよね、これよく見るとそうだ、蓄光で光るという、光るんだこれ、蓄
光る仕様になっておりますので、82がこの金地なんですね。そうです、金ベロがあの当時昔のディテールで、まあ、あのアジアススーパースター好きな人はこの金ベロディテールですね。金ベロかっこいい、はい、でこのゴアテックスとヒーローキーと合わせるっていう形で、黒金ってやっぱかっこいいね。これも僕ら的にはあの、まあ、スーパースターとブラックにホワイトソウルのものも多いんですけど、はいはいはい、まあ、ブラックブラックにブラック、ね、これもブラックソウル相手していますので最高だな。いや僕もこの、ね、アディダスマスター金ベロとか持ってたからこの金ベロが好きだから、しかもゴアまで金なんてね、やばいっすねこれは。好きだなこれ。そうなんですよ、なんか通年で、まあ、これから梅雨時期に入ってきますが、そうですね、梅雨でも履けるスーパースターということで、うわこれも一家に一足、一家に一足アディダスアディダスだらけになっちゃうなこれ。アディダス一足だらけでしょ。一足だらけ本当だ。まあでもスタンダードな一足なんですけど、ちょっとうちなりにアレンジをしてるということですね。はい、わかりました。リコメンシューズになっております。はい、これバクルしちゃいますね、ね、これ今いいですよ。値段は高いでしょ。17,000高かったな。そんなもん、安いね。そうなんです、1万円台でこのご時世、このご時世1万円台だ。ゴア買えるの。アジアさんのコスパがいいということです。コスパいいわ、コスパいいシューズね。はい、でそして第3弾が、はいはい、もうないでしょ、アディダスは。まだもうアディダスなの。またちょっとアディダスだらけじゃない。これ別にアディダスアディダス案件じゃないですよ。アディダスの案件でしょこれも。ちょっといいものが多いんで。確かに確かに、そういうことね。かわいいこれ。一応そちらに空張りも、うわいっぱいある。うわめっちゃいい。ありますね、最高っすね、はい、でもこれも実はあの90年代に出てたモデルの復刻ということで、ガゼルビーチっていうモデルで、まあ、B さんのソールだもんね。そうですね、なんですが、まあ、アッパーがそのガゼルから採用してるんで、シュータンとシューレースもついてるっていう、ね、珍しいですね、サンダルでシュータンが。サンダルね、シュータンついてる、珍しい、はい、女子に入って、女子に入ってほしいでしょ、これアディジョに。アディジョ、これもアディジョぜひ、うん、一応あのメンズサイズまでユニセックスでありますので、ユニセックス、しかも軽いもんね。そうそうそう、軽いで、ソールがなんか普通の B さんと違ってかなり厚底にこうね、これは下がこう、ね、そこなんだよな、疲れないやこれは、まあ、ということで、まあ、空張りもありますので、そうそうそう、やすい、そうそうそう、いろんな色を選んでいただいて、確かにこれは夏に履きやすいですね。ね、欲しいな、うん、かわいいね、かわいいですね。なんかアディダスでサンダルってシャワーサンダル流行ったの、そう、ね、ありましたね、ありましたね、ありましたね。各社でこうシャワーサンはずっと出てるけど、うん、こうちょっと、まあ、ファッションスペックのものっていうのも出てきてますので、バゼルビーチ、バゼルビーチ、大学何色がいいですか。うん、色全部可愛いですけどね。可愛いですね。でもオールブラック渋いですね。あ、渋いですね。固くいくのはやっぱそうですね。そうですね。僕は赤にします。あ、可愛い。可愛いな。まあ、派手好きということで。でもガゼルの特徴は、まあ、結構スウェードアッパー の明るめのカラーが多いのが特徴なので、はいはいはい、まあ、そういうので明るいカラーが多いという。なるほど。そうなんです、まあ、意外となんでこれあの紹介されてないので。確かに。アディダスの勢いやばいですね。ちょっと新品で持ってきました。はい。面白い。次はニューバランス。おー、出た、大好き。ニューバランス、まあ、このじゃあサンダルいっちゃいましょう。サンダル。かわいい、これも。来た、来た。はい、はい、来た。これ、はい。はい、今もう、新定番といったら、2002シリーズからの、こちらのスライドタイプ。はい、しかもこれ、プロテクションパックってことですね。この、これね、ギザギザスペック。ギザギザの。だまあソールのツーリングとしてはあのスニーカーの2002と1906で使われている、ソールは一緒なんですが、アッパーをこうミュールタイプにしているという、ね、履き心地はえぐいってことですよね。そう、じゃあいいですよねこれね。普段2002とか履かれている方だったら、はい、まあ、あの抵抗なくそのまま履けるっていうタイプ、ね、ニューバランスでだって一番持ってる品番2002だもん。あ、確かにこれも多いですね。柔軟とかあるんだ。だいぶね定着 しましたが、これも実はですね、あのアトムスニューバランスエクスクルーシブということで、あ、このあれが、はい、ちょっと2枚のエクスクルーシブばっか持ってきちゃって申し訳ないですけど、エクスクルーシブだけね、商売上手ね、商売上手の商売上手って言わなきゃいけないですね。でもこれはでも好きな方多いんじゃないかと。いやでこれはもうめっちゃかっこいい。はい、今日は持ってきてますが、最高で、僕あの芸人なんでちょっと憧れ、はい、オフィス憧れみたいなのあるんですよ。オフィス憧れ、オフィス、だ例えば、はい、オフィスとかでこういうのに履き替えて、はい、あー仕事とかするみたいな、おしゃれサンダルで、オフィスとかでも履いてもいいですよね。まあ、これはあのデザイン性高いんで、もちろん街履きでもタウンでも履いてもらいたいということで、はい、作られておりますので、なんか昔確かにオフィスとかで履く人ってなんかアパレル界隈でも多いのが、昔はキーのヨギーだったの、あ、それがなんかもうだんだんいろんなのに変わって変わって時代とともに変わったけど、多分今度これだな、これ最先端で、これもこういうのがやっぱどんどん出てきてるんで、そうだよね。実際まあ夏も暑い時期も長いので、うん、秋まで履けると、うん、うわもう最高だな、最高ですね、は
はい、はい、ありがとうございます。これはいい。あとは、こっちがニューバランスの、あ、これもこれもヘックじゃないですか。ヘック、ヘビ、これはアトモスベッチュです。アトモスベッチュ、アトモスベッチュかっこいい。すごい、はい、ちょっとアーバントレイルなモデル、580っていうモデルがあるんですが、これはあの日本発祥ですね。一応世界で流行ったっていうモデルで、今年日本でフォーカスされてまして、まあちょっとあのあちらで持ってきていただいて、こちらも580だ、後ほど触れるんですが、そうですね。580ってモデルがあの一世を風靡した2000年代ですかね。2000年代最初ですね。オーシャンスライスヘクティックとか分かるのかな。リアルマットヘクティック多分分かるじゃない。同世代だから僕ら世代はね、はい、もちろん、まあ、あのアトモスは原宿から発祥したスニーカーなんですけど、あの原宿で2000年代当時裏原ブームでヘクティックとかステューシーとかいろんなところがコラボレーションに採用されたモデルで、今年改めてまたこの580がフォーカスされてるっていうので、いろんな580が出るんですね。そうですね。うちとかあの三田スニーカーズさんとか、そうですね、スニーカー屋さんが今年フォーカスしてるっていう。わー、かっこいい。まあ、でうちの方でこの今回、ウッドスケープっていうアーバントレイルの、うん、マウンテンインスピレーションの方で、インソールもマウンテンのロゴが入ってるんですけど、本当だ、かっこいい。本当だ、山ロゴをちょっと今山ロゴは入れてまして、うん、まあ、そういう、マウンテンからのインスピレーションカラーっていうのはちょっとまあブラウングリーンを、しかも紐がね、そうそうそう、丸紐ついてるね。あ、本当だ、アウトドア用の、かっこいい、ね、こっちのこれでトレイルもいけますね。これがトレイルね。でブラックソールにガムソールということで、あ、やっぱブラックソール本当多いですね。そうですね、うちは今年ブラックソール結構やっぱ押してるんで、多いですか、ね、このベロかっこいいですね。かっこいいっすね。ベロだけスウェードになってね、毛足の長いスウェードになってるんで、かっこいい。こういろんな茶色使ってるんですけど、うんうんうん、まあ、マテリアルを変えてますね。かっこいいな580。やっぱり580はあのやっぱりボリュームもあって、うんうんうん、歩きやすくてっていうので、まあ、あのオーシャンズ系の読者の方ともおそらくあの990とか2002好きだと思うんですけど、うんうん、そうですね、まあ、これも名作になってますね。そうですね、これはいい、いいですね。ビーブロ的な、ね、ビーブロ的な、本当ブロッコリーってあれですね。ビーフブロッコリービーフブロね。だけどなんかそれよりもね、うん、なんか薄くてもうちょいあれですよね。確かにいい感じですよ ね、 そうですね。だビーフブロッコリー、うん、白菜とか、ね、白菜白菜になっちゃった。ビーブロ白ビーブロ白いいな。うわ、いい、まあ、おっしゃれ。そうですね、こういった形でさまざまなもので、なんで今アディダスニューバランスと来てますが、うん、バランスがいいですね。バランスがいい、うん、まだあるんで。まだあるの。まだあるんで、これちょっとビーブロでお腹いっぱいになるってことだよね。食べれないですよね。食べれないし、まだ締め来てないんで。そう、まだ締めがこれからある。締めこれからあるんですか。早く締めたいですね。締めたいですもん、そろそろね、うん、締めはですね、はい、前回のあの、はい、はい、前回に取り上げた草加さんの時に取り上げた、はい、はい、かっけー。こっちにも、はい、ベージュが、うわあ、いいよね、これいいよね、はい、これいい。ナイキっぽく見えないですけど、ね、ナイキなんですよね。ナイキだ、ね、ナイキっすよね。ナイキのルーファスっていうモデルで、はいはい、オリジナルが2000年ですかね。はい、でちょっとモックとは違うんですね。あ、そうなんですよ、うん、いいですね、うん、これ台本なしでここまで行ってもらえると、うん、嬉しいですね。まあ、当時あのエアモックとかと同じ時期に出てたもので、はい、そうですね、まあ、モックっぽいアッパーなんですけど、うんうん、モックだとやっぱ、まあ、ソールが結構ボリュームがなかったりするんですけど、このルーファスっていうモデルは、まあ、今見てもいいですよね。なんかこう背中もゴジラみたいな、ね、でこれあのアウトソールなんですけど、こうあの ACG なんですね、うん、ACG だ、これかっこいい。 ACG からリリースされているモデルで、当時としては正直、まあ、エアモックの方が売れてしまって、はいはいはい、正直あまりそこまで話題にならなかったんですけど、はいはい、今あの弾数もなく、あの海外とかでもやっぱりカルト的な人気で復刻を待ち望んでた人が多かったんですよ。激レアな、ようやくなタイミングで、はい、そうだ、出てきたタイプで、このさりげない数種いいっすね。そうです、あとここつま先の、うん、あんまりナイキを主張してないのと、まあ、あの高級感があるタイプなので、まああのアウトドア系でも履けるし、ファッションでも、うんうん、結構あのいい、ね、ビルケンとか好きそうな人もいいんじゃないかな。あ、確かに、はい、ね、ビルケン、ちょっと変わり種で、ね、ね、ボストンとか、うん、そういったものとか、そっか、オールブラックでね、間違いないんですけど、いいですよね、ベージュもめっちゃ可愛いっすね。ベージュね、実は言うと僕もう履いてます。あれお早い、はい、そうですね、ポイントとしてはこの、あのボリュームのあるソールですかね、うん、そう、だからぺったんこなサンダルは多いと思うんですけど、うんうん、まあ、このスニーカーサンダルというポジションでいけると思いますね。本当モック系と違う、このソールがね、分厚いのがいいですよね。いいっすね、はい、存在感すごいな、うん、じゃあアウトソールオレンジなの。あ、本当だ、かっこいい、いいっすよね。え、これサイズ感的にはどうなんですか。ちょっと大きいですね。あ、ちょっと大きい、通常のスニーカーより
1cm か 1.5 ぐらい下げた方がいいです。 1.5 下げ、 1.5 下げすぎでしょ。じゃないとピタッとなんないと思う。 1.5 普段何 cm で27履いてるんですけど、うん、この間 26.5 だとやっぱでかかった。ちょっと大きい、うん、1cm じゃない。じゃあ26 1cm ダウン、うん、1cm ダウン、うん、これ試着みたいです。あ、どうぞ、うん、ぜひ。あ、もう試着したいの。普段何 cm ですか。普段に俺 27.5 なんですけど、これ27ですもんね。あ、じゃあ7ちょうどいいかもしれないですね。ちょうどいいかもしれない、はい、あ、ちょうどいい。あ、ちょうどいいですか。かわいいですね。あ、めっちゃいい。今日合いますね。今日合います。あ、今日合いますね。いい感じですね。うわ、買います。あ、そのまま、そのまま履いて帰っちゃうんじゃないか。そのまま履いて帰っちゃう。いや、めっちゃいいな、これ。いいですね。合いますね。うわ、かわいい。かわいいっすよね。最高。でも確かサイズ、サイズ選びが下げた方がいいですね。下げた方がいいですね。大きいですよね。大きい。はい。かわいい。いいですね。最高。もうね、本当はね、もっと紹介したいんですけど。もっと。タイラさん、はい。無限にあるんで。無限にありすぎだもんね。今日持ってきたのは、ね、厳選して持ってきてますんで。さすがです。厳選して。ありがとうございます。どれが一番気に入りました。坂本さん的にはどうですか。俺はやっぱ、はい、スーパースターゴアテックスですね。サンダルじゃないですか。だから気に入ったっていうと、これはちょっとやっぱり、ね、いいですかね。かっこいいですね、うん、だって誰が履いても似合うというか。そうなん。そう、これはね、トレンドにも左右されない、うんうんうん、一足だと思いますんで。僕はじゃあこっちですね。あ、やっぱり、うん、これやっぱタイラ君がやっぱこの辺な感じがね。このね、これは持ってるから。で、やっぱね、僕も赤羽さんと同じゴアもね、ゴア好きだよね。ゴア好き。ゴアついてば何も買っちゃうかもしれない。いや、その椅子にゴアついてたらそれも買うかもしれない。あんま意味ないけどね。いや、意味ない。椅子のゴアはね。家の中に置いときたいのね。ついてるだけで欲しくなる。ついてるだけ欲しくなります。でも、なるほど。ありがとうございます。盛りだくさんでしたけど。盛りだくさんね。盛りだくさん。フルコースそうだったですね。フルコースですけど、まだまだボリューム5、まだまだボリューム6って続くんですけど。お腹いっぱいにいけるかな。これだけで、ね、あ、もうかなりお腹いっぱいですよ。どんな感じで締めんとこれ。いや、もうすごすぎて、はい、締めのコメントもわからなくなっちゃう。締めのコメントもわからなくな。確かもう全部いい。全部ね。全部いい。全部買おう。全部買おう。それで終わりますもん。全部買おう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 からじゃあボリューム5に続きます。はい、ボリューム、はい、次のね、次回にボリューム5続きますので、はい、次赤羽さんになりますので。あ、次赤羽さん。あ、そうか、次よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ続きも見てください。お願いします。バイバイ。